止めたら一回あれできます。こんにちは。こんにちは。今日は紫陽花ですね。紫陽花は紫陽花結構やってるんですけど、はい、今年は超ミニの紫陽花を揃えたんですけれども、はい、これこのまんまねどんどん色変わっていくからもったいないので、うん、ミニの苔玉にしようと思います、うん、なるほど。はい、ちなみにこれ挿し木なんですか？挿し芽です。挿し芽で1年生です。結構この細さのやつってあんまり見ないですよね、このサイズ、うん、作り方なんですけどね、どこをどういう風に挿すかでもう全然サイズ変わってきますから、今挿してももう大丈夫、花芽があんのを挿してるみたいなことなんですかね、みんな花咲いてるの。そうですよね、はい、花芽っていうのは夏に生えるんですよ、紫陽花は、はいはい、だけども今刺すんで花芽がつきやすい部分を刺す。なるほど。ということです、うん、もう花芽は見えないから、いろいろ種類ありますが、これが小紫かな、これかな、これですね、うん、これね、こうポットを抜いて洗いました、はい、このくらい根っこがあります。でもこれで鉢に入れてもまあ可愛いとは可愛いんですけど、まっすぐなんでね芸がないので苔玉の方が寄せ植えにしますね。面白いかなと思います。で寄せるのは、紫陽花っていうのは花がちょうど5月の終わりから6月なんですよね、はい、で冬は葉っぱがなくなっちゃうんですよ、まあ、枯れ木状態、うん、先端だけ残ってるんですけどね、はい、なんで常緑のものとか、うんうん、あと竹が上に伸びる草はダメですよ、隠れちゃいますから ね、 例えばこんな笹と一緒にはできないわけ、大きいし、うん、豆の場合は小さいので、これちょっと汚く見えますが、古っ葉が生えてる黄金シダ、はい、まだこうパーッと出てきてないんですよね。今のうちだとまだ分けるのも簡単なんで、これを割ります。はい、よいしょ、このくらいでいいかな。種からやるとねバラバラになるんですよね、根っこが独立してて。でこの古い葉っぱは去年の葉っぱね、こんな感じ、これはちょっとちっちゃいかもしれないね、根っこが合ってないようなものなので、はい、シダなので、で洗います。根っここんな感じですね、はい、シダはね。でこれがもうちょっと伸びてきてかっこいいのになるんですけど、これでしょ、うん、これでしょ。そしたらこれね、大雪山おとぎり草っていう種類なんですけど、北海道の大雪山のおとぎり草、はい、これが極小なんです。普通のおとぎり草は本土だと上に立ち上がってこのくらいになっちゃう、はい、で一番小さい苔おとぎり草でもこのくらい立ち上がるんですよ、うん、これはこういうふうに寝る、うん、上に立ち上がらない。分けます。割る割る、このくらいで十分です、はい、これはこれから伸びてきて花も咲きます、はい、このおとぎり草は紅葉もするんですよね、だから赤くもなります。去年の花の跡がちょっと残ってますから、まあ寄せるのはねいろんなのがあるんで、まあ、うちにあったのがこれであると、はい、汚くなってますけど伸びてくると分かんなくなります、はい、今紫陽花がこれから綺麗に咲くので、はい、それで十分かな。ちなみに紫陽花っていっぱい種類あるじゃないですか、はい、それは結局自分が好きな花の形とか色を選べばいいんですかね。そうですよね、うん、やっぱりあの萼紫陽花になるものと手まりって言ってまん丸く、うんはい、西洋紫陽花こう大きいのありますよね、うんうん、あれと同じ形でちっちゃいんですよね。そういうのもあるし、あと葉っぱの形もあるし、うん、まあ種類多すぎて把握できない、毎年新種が出るので本当に覚えるのだけでも大変です。まあ大体見るとわかるんですけど、赤くなるやつはここが赤いの、うん、で葉っぱの先が赤っぽいんです。で花がない時にどっちかなと思ったら、それでこっちの青系統はちょっと先が、葉っぱの先がほんのり青くなるっていうんですかね、わかるかな。白は葉っぱも白いですね、うん、これはね、これはね、ここの白いところが真っ赤に変わるんですよ。赤くなるの、うん、だから元の方を見ると赤いじゃないですか、はいはいはい、この辺これはね、真っ赤になる。白いやつはここ赤くなってないです、はい、緑色です。
これが小金白の子供で、こっちが大雪山乙切草ですね、はい、これはこれから伸びて花が咲きます。でこれはケト土でいきますが、ケト土と水苔と赤玉が入ってるやつですね。そうです、はい、それで使うのは糸、それから木綿かな。そうです、木綿じゃないと後でなくなる方がいいんですよね、はい、だからここでアルミ線使っちゃダメです、この細くても、これはダメ、うん、であとはこういうハイゴケ、ハイゴケっていうのはこうやってつながってますのでね、うん、まず本体に、本体ね、これもう花咲くんで根っこ切りません、はい、でちょっと水絞りまして、ケト土を薄くして、うん、あります、はい、でそこにこれ、まあ、接着剤のあれもあるんですよね、うん、だからこういうもの、草ね、根っこごとこう向き考えて、こう外側に、外側に出るようにね、はい、こう逆さまにしちゃうとこっち行っちゃう、うん、そう考えてこうやって、でまたここに毛と土をつけて、これもペローってなりますので反対側に、反対側につけて、水をねちゃんと切んないとダメですね。でこれを薄くしてここに貼ると、であとは根っこを閉じる、これ底、底、底閉じます。でだいたい根っこが隠れたらこんな感じで丸くなります。でこれに今度は苔を、もうすごい簡単、この貼っていくんですけど、うん、くるっとやるだけでくっついちゃうんですよね、うん、実は根を隠すようにして、で蓋もします、はい、蓋全体隠さないと土が流れ出ますか、うんうん、結構水つけたりとか溜めたりしてるところに置くから、多分このハイゴケがいいんでしょうね、水に強いから。そうそうそう、そうなんですよ、ハイゴケはね水に強いし、うん、だからっつってここまでつけちゃうと黒くなっちゃう、このぐらいね、やっぱり日が当たってればこれ青々としてきて、ハイゴケもものすごい綺麗になります。そうですね、日陰ってわけじゃないですから、ハイゴケは半日陰ぐらいから日向の苔なんです。これを安定させるために糸で巻きます。この時やっぱ緑色っぽい方が目立たなくていいかなっては思いますけどね。でこれ最後のとこ、こう入れちゃってね、であとはね形を作っていくんだ、うん、でもこれ一瞬ですね、一瞬、いや慣れてるから慣れてるから慣れてるから、ね、であとは、空いてるところ、こういうとこはこうやってキュッキュッと、うん、こうやって入れちゃえば、もっと薄い苔があるともっと綺麗なんですけどね。であとはもう下もこれでくっついちゃいますからね、糸もうちょっと巻いてもいいですけど、巻かなくても。で向きですよ、向き、こう立てたんじゃ面白くないじゃないですか。だからまだアジサイね、日の方に曲がりますから、少し斜めに、下を斜めにして、でこれが垂れますからね、こうこぼれるような形になるようにね、先を想像して、そうそうそう、これはこっちでわさわさわさっとなるし、よいしょってやって、でこれがこう斜めにしとくと日の方にこういう風になりますから、うん、ちゃんこのまままっすぐ行きません、植物は。この色が変わるぐらいになると曲がりますよ。でちょっとね、はみ出たところこう切ってあげてね。これ簡単すぎてちょっと YouTube にはならないかなとは思うのですが、ね、もっと凝ってくると、うん、ここの部分寂しいじゃないですか、苔ばっかりで、うん、ここに刺し目するんですけどね、刺し目、わかんないかもしれない、前にコナラの時出てきたけど、うん、このコナラさっさとやっちゃうんですね、コナラの元に生えてるのが本当は本体ですよ。コナラはね、なんか生えてきちゃった、コナラの元、これこれ、この草ですよ、あこれあれよ、つるそば、つるそばか、わかるかな、つるそばっていう植物の種からこぼれたやつがここにあるんですよ。これはね、わざとやってあったやつなんで、よいしょ、まだ1年経ってないからね、これ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 を刺す、これをね、刺してくるんですよ。つるそばはまたほら、秋ですよ、秋、アジサイが終わった後、花が楽しめるように、苔玉の場合、こう四季を感じられるように作るのがベストなんですよね。冬は冬の風情、夏は夏の風情、これは秋用でございます。まだ出たばっかりですからね、
スって刺す感じですね。あ、もう簡単に刺せますよ。これも伸びてくるとぶら下がるんですよね、ビヨーンって。ちょっと上の方のがいいのかな。そうそうそう、この辺からこう出ます。まあ毛と土が柔らかいですからね、今硬くなる前に、まあ、お化粧みたいな感じですね。これ映えますね、うんうん、ちょっと色違うしね、うんうん、こんな感じでね。これがもうちょっと曲がってくれると可愛いんですけどね。要するにこういう風にこっち側もね、なんかつけたければ、種から出た山野草があれば、はい、そこにこうちょっと穴開けて、うん、今のうちにこうキュッキュッって入れとくと、なるほど、うん、かわいいのができます。出来上がりか、出来上がり。で来年どうなるか、はい、こっちの草はほっとけば勝手に伸びて、うん、勝手に増えます。これは一年草の場合と多年草の場合がある、はい、名古屋あたりは暖かいので一年中咲いてるんですね、うん、でこの辺だと埼玉だと枯れますね、はいはい、うん、だから種を取ってまくっていうのがあれなんですよ。でこれは多年草ですから毎年出てきます。でこれも毎年出てきます。アジサイ花終わったらここで切ります。花の下で、花のところからこれを2つつけて、うん、ここだと4つになってますけど、ここで切る。でうんとちっちゃくしたい人はここで切る。それでまた出て、あ、そっか、下に残ってるから根っこがありますから、その葉っぱの元から2本出ます。で来年は2つ咲くわけです。花が終わったら切る、うん、花が汚くなってきます。アジサイはあの散らないので、うんうん、茶色くなっちゃうんですね最後ね。早めに切っていただくと来年はすぐ咲くんですよ。なんでかっていうと、アジサイは真夏に花芽入っちゃうので、うんうん、花を切らないで8月になってから剪定すると新しい芽は出るんですけど、そこに花が入らない、うん、早めに切ることをお勧めします、うん、なるほど。まあ6月の終わりに切ればだいたい来年も咲きますよ、うん、で切ったらちょっと肥料やっといてね、はい、で矢小枝って言って下からも出るんです、アジサイは、うんうん、そうすると株立ちになっていって、だからこのサイズだと大きくはならないので、まあ大きくなってもこのくらい。なるほど。植え替えはどうなんですか。植え替えは春がいいんですけど、もう遅いんですけどね、うん、だから苔玉にしたんですけど、崩しちゃう感じなんですか。これをですか、植え替えたい。これを例えば1年、2年、うんうんうん、ずっとこのまま鉢に入れちゃうのが一番、あ、あの盛り上がるじゃん。薄い鉢にこうポンと入れて土を足せばいいわけで、これをばらす必要はないと思います。そのまま寄せ植えとして育てる、うん、であとここから根が出ますから、はいはい、あのどんどん根が出てきますから、それは絶えず切っといて、はい、でさらにもし植え替えたかったら下だけ、うんうん、ここだけこう綺麗に、うん、でちょっと根っこ切って、はい、でまた鉢に入れるなり苔で閉じる。なるほど。どうにでもできそう、うん、そうね、こういう子供がいっぱいあれば、うん、今のうちにやっとけば。だからこれが終わると、終わる頃にこれ咲きます。おとぎり草は黄色い花ですからね。それでその後これが咲きます、うん、で冬場はこれが黄金色でもうちょっと成長するでしょ、なって、で葉っぱはなくなって棒ですけれども、これが紅葉します、うん、結構一年中楽しめちゃう。結構、うん、面白いかもしれない。で紫陽花水が好きなんで、苔玉風にしとくと水がほら、うん、たまるのでね、水の管理がとても楽。鉢だとすごい大変なんです、このサイズは。疲れしちゃう。もうね、夏越しをするのがすごい大変、うん、咲くときはいいんですけどね。苔玉でした、はい、これはぜひ皆さん試してほしいですね。うん、簡単だからね。で、紫陽花もかなり販売してたじゃないですか、お祭りで、はい、その人たちもこれやったら。そうですよね、あとはどこで切るかですよね、うん、ついでに、はい、あれを刺し切り、うん、どこを刺したらいいかっていう話を、うん、ぜひお願いします。一回止めて、これがほら、切った後の、うん、あ、2つ出てますね、うんうん、もう全部出てる。切ってないやつだね、こういうのがいいかな、うんうん、これ今の時期にも花がついてなかったら切っちゃわないと、うん、どんどん上に伸びますから実際ですよ。切るとね、2段になって、ほらこっちからも出てるから。本当、下からも出てる。映してる今。映します、はい。はい。だから最初はここで止めたんですけど、ここからも出てるし、ここからも出てるし、ここからも出てるでしょ。うん、だから高さを調節する。短くしたい人はここで切ってもこれが伸びますから。でこの状態で放っとくとどうなるかっていうと、枝がいっぱい出て
まん丸く咲きます。へ、高さはこのくらいになる、こっちのが伸びるから、このくらいになった状態で枝が出て、枝に花がこういうふうに咲くので、こうまん丸く咲くんですよね。でこれは大盆栽祭の前に切ったんだよね、2月の終わりに来たやつで、このぐらい芽が出てくると。そうです。でこの先にあったやつを挿し木したってことですね。そう、挿し木をするんなら、その先なんですよ、はい、ここにあるのが切ってないものですね。で今年花が来なかったもん、本当はここに花がつくんですけど、はい、で挿し芽を、こういう小さい挿し芽をする場合はこれが硬くなるのを待つ、うん、柔らかいうちはダメです。これがまだ柔らかい、うん、柔らかいうちはダメだ、それを見極めてね、これが硬い、こっちと比べると分かりやすいですよ、うん、これが硬いはず、硬いでしょ、うん、このぐらい硬ければ大丈夫なんです。だからあと1ヶ月待ってもいいぐらいです、うん、でこれをこの硬いとこで切る、こうやって、はい、でこっちは切った後はここから2つ出ますから、でこれを葉っぱが大きいので半分に切ります、はい、でその時に先端が残ってるでしょ、これ、うん、これがないと来年こういう風に咲かない、うん、刺すのは例えばこれをこう切って刺してもつくんですよ、はい、この2つね。ただこれ早くに切ってあるから咲く可能性はあるけど、先端がないと咲かない場合がありますのでね、こんな感じですね。でこれをあの普通に刺し木とこうやって刺しとく、そうすると冬一回この切った葉っぱ全部落ちます、はい、で秋にはもう根が張ってるので秋には肥料を必ずやること、やらないと花が来ない場合がありますからね。夏ね、花芽が入ってても成長しない場合がありますから、はい、9月ぐらいに肥料やるんですよね。それで春の3月ぐらいにもう一回肥料やる、でこれがあんま伸びないです、うん、このくらいで花が来ますよ。葉っぱの大きさも全然違いますもんね、その挿し木したやつと。それは種類、うん、それは種類もあるけれども、これ大きい葉っぱの種類で、うん、これは小さい方ですね、まあ、種類があるから、うんうん、これはそんな大きくならないもんですよ。小さく作る人はね、このぐらいの葉っぱの方がいいですよね。そうそうそう、まあこの愛姫だってこんな大きくすればこうなりますけど、うん、ここまではならない、ならない、種類です、種類で、この状態で例えば刺すあれは何だっていいんですよ。安定させるために細かいの入れた方がいい、これ細かい、うん、細かい方がいい、くと根っこが出ませんから、ここ持ってこれ硬いのでね、ブス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 って、もうちょっと大きい方がいいんだけど、山野草の土でもあの鹿沼土でも何でもいいです、うん、選びません。これでこれで OK、 これで OK です、はい、でこれからちょっと暑くなるんで、うん、日陰じゃなくて朝日が当たった方がいいです。日陰だと伸びますから、うん、なるほど、しっかりちっちゃく作るには、うん、豆盆栽が生きてるぐらいの環境がいい、ちょっと斜がかかってて、斜がかかってて、うん、でなるだけ午前中日が当たって夕方のあの西日は避けるぐらいのところだと伸びが止まります。ちなみにこれ花咲いたと切るって言ったじゃないですか、はい、それも刺せるんですか。これはね、出ません、ここは、うん、ここは出ないの、先端は、花の先端は。例えばこれ、これここで切って刺しても出ないんだよね、出るところはこことここと、これはね、出るやつと出ないやつあるけど、あんま出ないから。じゃあここで切って刺せばいいんだ。あ、花がついてるやつ、そうそう、だからこれで言うと、ここまで小さくすれば、そうそうそう、まずここで切って捨てて、うん、ここを刺して、だから、うん、例えばこれはあれだけど、例えばやっちゃうけどね、こういうふうに下にもあった場合、この種類を増やしたいっていう場合、この状態で刺すんですよね、うん、これをこういうふうに、これ2本刺しとくといいんです、こうやって、あの、なんでかっていうとね、こいつがないとこういうふうになっちゃうのわかる、寂しいじゃん、一本立ちになっちゃう、うん、でこっちにこれを刺しとくと、これは花が咲かないかもしれないけど、うん、2つ伸びてきて、それでこう、なんていうか、うん、自然な感じになる、こういう風に、うん、1本じゃなくてね、ちっちゃくてもね、来年こっち、再来年こっちって順番に咲いていくから、こう2本刺しといた方がいいですよ。 できればもうちょっと梅雨時にやるんですよ、まだ柔らかいから、うん、動画としては、うん、
いいかもしれないですね、時期的には。そうそうそう、まあ硬ければね早めに刺す人もいますけどね、その場合あのカンカン照りで刺さないように、このぐらいかな。アジサイは小さくいきますよ、はい、というわけでじゃあ、はい、アジサイでした。はい、かわいいのができました。はい、お試しください、はい。